マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマはこちらです。 TikTok で話題のハニーゼリーで痩せることができるんでしょうかというお話をしていきます。あなたはハニーゼリーってご存知でしたか？私も気になって調べてみたらですね、ペットボトルからこうニュルニュルと出てくるね、まあ、美味しそうなゼリーなんですけれども、よく調べてみると痩せるハニーゼリーと、いやこれは太るよねっていうゼリーをね見つけたんですね。そこで今回この動画では痩せるハニーゼリーということで、私佐藤澄香監修のさらに痩せるレシピご紹介しています。もしあなたがですね、わあ先生が考えたハニーゼリー食べてみたい、作ってみたいってことであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。はい、今回の動画の流れはこちらです。1つ目、痩せるハニーゼリーって何でしょうか。そして2つ目、さらに痩せる簡単レシピお伝えしていきます。はい、この痩せるハニーゼリーのポイント3つになります。1つ目、このゼリーは無添加です。これとっても大事。添加物たっぷりの材料を使って作ったゼリーっていうのはですね、太りますよ。なので私は完全無添加の材料を選んで作ってますから、お楽しみに。その他のね、いろいろ調べた材料なんですけれども、まあ、ハニーゼリーっていう割には材料がなぜか水飴とこう果糖とか人工甘味料がたっぷり入ったジュースをこう掛け合わせて作ってらっしゃったりとか、いやこれは体にも悪いし太っちゃうと思ってね、もう本当に こっちのレシピの方が絶対いいよってねお伝えしたくなるぐらい、お体にですね、っていうね材料を使ってらっしゃるレシピもあったわけですよね。ですからぜひ体によくって健康的で痩せるレシピをね作っていただきたいと思います。2つ目、腸内環境を整える材料で作っているからなんですね。もうこれポイントですよ。痩せるためには何をおいても腸内環境を整えることがもう大前提です。なぜかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをねしっかりと数を増やして元気にしてあげて、いつまでもあなたの腸でですねもう元気いっぱい働いてもらう必要があるわけですよね。そういった環境をあなたご自身でやっぱり作ってあげることがねとっても大事なんです。私もそうしてます。3つ目、タンパク質も取れてしまうレシピです。これも大事なんですよ。痩せるためにはタンパク質不足のままでは絶対に痩せることでできません。なぜかというと、やはりこう痩せホルモンを作ったり、そもそも内臓をね作ってる基本となる栄養素がやっぱりタンパク質ですから、プラス食欲を抑える効果もあります。タンパク質不足の方っていうのはですね、食べても食べてもお食欲が収まらないということになってしまいますから、しっかりと良質のタンパク質を取っていくことがダイエットを成功させる鍵となります。では今回お伝えするハニーゼリーの材料はね、たった2つでできちゃうんですよ。1つ目はもちろんハニーですから、イコール、蜂蜜ですよね。でこの蜂蜜は実は脂肪燃焼効果があったり、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖がたっぷり入っていたり、またポリフェノールや栄養価が高いということで、ダイエット向きの甘味料になります。はい、そして2つ目はきな粉を使います。今回はやはり女性の方にもね、美味しく健康的で召し上がっていただきたいなと思ってきな粉を使いました。できな粉ってすごいんですよ。大豆製品の中で最もね食物繊維が多く含まれていますから、たったの大さじ1杯でね食物繊維が 2.7g も取れてしまうんですよね。でまた高タンパク質です。大さじ2杯で 10g も取れてしまいますから、もうこれはですね味方につけた方が丸ということになります。はい、ではいよいよここからさらに痩せるハニーゼリーのレシピということで、今回私ね佐藤澄香監修のですね腸活ハニーゼリーになります。もう材料はね適量なんです。お持ちのペットボトルの、大きさによりますから、そこは臨機応変にしてください。蜂蜜ときな粉があればできます。そして空のペットボトルを1本準備してくださいね。では作り方です。清潔な空のペットボトルに蜂蜜を注いでください。そしてしっかり蓋を閉めましょう。2つ目、そのペットボトルを冷凍庫で最低3時間ですね、以上を冷やしてください。もうこれでね完成なんですよ。そうすると蜂蜜って、冷凍してもねカチッコチにならないので、取り出した時にですね
にゅるっと、まあ、ゼリーのように出てきてくれるってことなんですよね。でそこで、まあ、そのままゼリーとして食べることもできるんですけども、私が考えたのは腸活のハニーゼリーですから、お好みできな粉をまぶして召し上がっていただきますと、まあ、今暑い季節ですからね、ただひんやりデザートも美味しいかなと思います。そうですね、まあ、材料で言うと、まあ、きなこ玉とかきなこ棒とかね、その材料と全く同じなので、あと食感が違うようなね形になってくると思うんですけども、これもめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。ではここから実演の動画ご準備しています。作り方参考にしてみてくださいね。どうぞ。いかがでしたか？先生これなら簡単、もうできそうということでね、もう今すぐ取り組んでいただきたいなと思います。ただし蜂蜜ですから食べ過ぎには注意ですね。本当に、まあ、きなこ玉ぐらいのねこうコロンとしたものを1日1から、まあ、多くて2ぐらいまでがベストな量だと思います。ぜひ太るおやつからこういった腸活のおやつスイーツに置き換えていって健康的でダイエット成功させていただきたいと思います。はい、今回の内容は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。